誠にありがとうございます。今からは私たち音楽隊の演奏演技でお楽しみください。まずはじめに、数々のテレビドラマや映画などの音楽を手掛けている作曲家服部孝之さんによって作られた王様のレストランを演奏します。赤い服を着た私たちフレッシュアイリスのストレートトランペット演技と合わせてお送りします。指揮は伊藤隊長です。どうぞお楽しみください。音楽祭に出演する中学生のために作曲されました。日本では昨年の夏、ゲームポケットモンスタースカーレット・バイオレットの紹介動画にも使われました。明るく軽快な助走や中間部の美しいメロディーが魅力的な曲となっています。それではアルバマージュ曲をどうぞお楽しみください。Thank you.
アルバムアジョ曲をお楽しみいただきました。次は西村由紀子さん作曲の星の船を演奏します。七夕をテーマに作られたこの曲は美しいメロディーと切ない和音が印象的で、一年に一度しか会えない織姫と彦星の揺れ動く気持ちが表現されたロマンチックな曲となっています。木管楽器の穏やかなメロディーから始まり、このメロディーは様々な楽器で展開されていきます。では星の船に乗って天の川を渡る織姫と彦星に思いを馳せながら、どうぞお聴きください。Thank you.
ただきました。次は現在放送中の NHK 連続テレビ小説らんまんの主題歌であいみょんが歌う愛の花を演奏します。この小説は日本の植物学の父とされる牧野富太郎博士をモデルに夢に向かって一途に突き進んだ主人公とその妻の激動の生涯が描かれています。演奏する主題歌は今この瞬間を精一杯生きることの大切さなど普遍的なテーマを綴っており、その素直な歌詞と清々しく伸びやかなメロディーが心に響く美しく切ないバラードとなっています。それでは愛の花をお楽しみください。話題となりました。大変なことが起きたとき、押しつぶされそうなときに前に進む勇気をくれる元気いっぱいの行進曲です。それではお楽しみください。Thank you.
を楽しみいただきました。次はアニメ鬼滅の刃からヒット曲2曲をメドレーにして演奏します。1曲目は劇場版鬼滅の刃無限列車編の主題歌でリサが歌う小村、2曲目はテレビアニメ鬼滅の刃刀鍛冶の里編の主題歌でマン・ウィズ・ア・ミッションとイレイのコラボレーションが話題となった絆の奇跡です。1曲目は壮大なバラード、2曲目はアップテンポでスピード感あふれる楽曲となっており、その対比にも注目しながらお聴きください。それでは小村絆の奇跡を2曲続けてお楽しみください。次はダンシングクイーンを演奏します。この曲はスウェーデンのコーラスグループアバが1976年にリリースした大ヒット曲です。この曲のディスコ調のリズムや流れるようなメロディーは世界中の人の心をつかみ、
これまで多くのアーティストにカバーされてきました。また2018年に公開された映画マンマミーヤ・ヒアウィーゴーではキャストたちが歌って踊る場面で使用され、アバの軽快なナンバーと作品の世界観が見事に融合した圧巻のシーンが話題になったことから、皆さんも耳にしたことがあるのではないでしょうか。それではダンシングクイーンをどうぞお楽しみください。
はい、皆様こんにちは。愛知県警察音楽隊隊長の伊藤でございます。本日は、町田のコンサート in プライムシーアタッキングですね。本当にたくさんの方にお集まりくださいました。ありがとうございます。さて、演奏のうちでですね、防犯や交通安全などについてですね、皆様に知っていただいてですね、犯罪被害の防止、交通事故の防止を呼びかけるこのコンサートでございますが、今日一つ目のお話はですね、今年に入りましても依然としてですね、後が立たない、振り込め詐欺、オレオレ詐欺をはじめとしたですね、特殊詐欺の防止について、皆様にご協力をお願いしたいな、こんなようなお話でございます。先月末ですね、8月末までにですね、愛知県内で、発生をいたしましたこの特殊詐欺の被害というのがですね、実に、令和4年1年間分のですね、被害件数にほぼほぼ、達しようというですね、本当にたくさんの、被害が発生しています。8月末現在で被害件数が944件、騙し取られちゃったお金がですね、実に、18億か、非常にたくさんの、ね、お金が騙し取られていますということでですね、皆様にもぜひぜひご覧いただきたいなというお話でございます。で、一つ目のお願いなんですけれども、相手はもう本当に騙しのプロ、ね、騙しのプロなので、直接話をするとですね、騙されちゃうんですね、ふんふんと、ね、話を聞いてると騙されちゃうということでですね、ぜひぜひ、皆様にお披露目、させていただきたいのが、今被害防止機能っていうのがついたですね、電話機っていうのが売ってます。この電話は、そうした犯罪被害防止のため録音しています、このようなアナウンスが、流れると、いうものでですね、犯人を撃退できるよというものでございます。自治体によっては補助を出しているものもありますのでですね、こうしたものの導入もお考えいただきつつですね、ぜひぜひ留守番電話機能、留守番電話にですね、日頃設定しておいていただくと、直接犯人からの、ね、電話を取らずに済むのかなということで、そんなことも、していただきたいな。そしてもう一つがですね、詐欺被害の、手口の中でですね、キャッシュカードを自宅まで直接取りに来る、こんな手口が、多発しています。警察官やですね、弁護士を名乗って、警察官や弁護士を名乗ってこうキャッシュカードが、ね、悪用されています、口座が凍結しますなんて言ってですね、キャッシュカードを家まで取りに来るものですから、ついつい、ね、カードを渡してしまう、もしくはカードを封印しますのでと言ってですね、相手に渡した隙にこう騙し取られてしまう、そんなことがありますので、キャッシュカードを、ね、絶対に渡さないでくださいというこんなお願いですけれども、渡すつもりはなくても、ね、封印しますのでこの袋の中に入れてくださいなんて言われるとですね、ついつい出してしまう、そんなこともあるかなということで、もう今はですね、出すな危険キャッシュカード、こんなことで覚えておいていただきたいと思います。警察官がですね、皆様の、ね、キャッシュカードをこんなお預かりするようなことはね、絶対にありませんので、絶対にキャッシュカードを出さない、暗証番号は教えない、こんなことでですね、お願いしたいと思います。そして基本的な対策としてはですね、やっぱり変な電話かかってきた、なんかおかしいなってね、思わなくてもお金に関わる電話がかかってきたら、誰かに相談してください。ね、相談することでね、騙されないよ、ね、それ詐欺だよということでね、被害を防ぐことに、もうできると思います。もしお近くにですね、すぐ相談することのできる相手がいなかったらですね、例えば、こちら日進市だと、ね、愛知警察署が、ね、管轄になりますので、0561-39-0110、ね、0561-39-110番、こちらの方にですね、お電話をしていただければですね、警察官が親身になって相談に乗ってくれてですね、詐欺の場合はそれ詐欺だよということで、見抜いてくれますので、ぜひぜひ何かあればですね、近くの方に相談ということで、よろしくお願いをいたします。それではですね、次は、赤い服を着た女性警察官クレッシュアイリスのパフォーマンスをお楽しみいただきたいと思います。曲はですね、ミッキーと、レンカハーマインの2曲です。どうぞお楽しみください。
最後の交通安全の字読めましたでしょうか。で実はですね、今交通安全運動って、期間中ということでですね、最後に皆様には交通安全についての話を少しさせていただきたいと思います。もう、9月 もう残すところあと入れて3日ということでございますけれども、本当にね暑い日が続いておりますけれども、ただ、日没、日が沈むのはね、だんだん、遅くなってきて夕方になるとね、もう随分暗くなったというところで秋の訪れを実感されて見える方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、この時期ですね、秋の交通安全運動というのが全国で行われています。なんでこの時期かというとですね、日没が早くなりまして、皆様が、まだお買い物だとかお仕事、学校、こういったことでね、出歩いている方がたくさんいらっしゃる中で、暗くなっていくということで、交通事故の、多発が、心配される、そんな時期にもなってきているんですね。ということでですね、皆様が交通事故に遭わないために、ぜひぜひ、お勧めしたいのはですね、とにかく目立ちましょう、そして車に乗られる場合はね、早めにライトつけましょうよと、そんなお話でございますね。お車に乗られる方、どうでしょう、今だいたい日没がですね5時45分ぐらいだと、お伺いしています。ということでですね、意外とこう日が暮れてもね、なんかまだ見えるやという感じでライトもつけずに車運転されてみる方も結構いらっしゃるんですけど、やはりね、暗くなってくるとどうしても見落としがね、発生して道路を渡ろうとしている人に気づかない、そんなこともありますので、早めのライト点灯とですね、ハイビームの活用をお願いしたいなと、あと出歩かれる方はね、こうした反射材の着用みたいなのもね、少し考えていただけるとありがたいかなと思います。普段持ち歩く側にですね、一つこういったものをくるっと巻きつけておくだけでもですね、車から発見されて事故に遭うリスクっていうのはぐーっと減りますので、そんなこともですね、ご利用いただきたいと思います。愛知県警察ではですね、夕方の57はですね、間の時間ということで皆様に注意喚起の方させていただいております。これからの時期ですね、日没早まります。事故の多発が懸念されますので、どうぞ、ハイビーム有効活用と早めのライト点灯、またね、反射台の着用などでですね、皆様交通事故に遭わないように十分お気をつけいただきたいと思います。はい、ということで、交通事故といいますとですね、昨年愛知県ではですね、137人もの、方がですね、交通事故で尊い命を失われて、いるんですけれども、その、原因をですね、調べてみますと、例えば速度違反であったりだとかですね、横断歩道上の事故であったりということで、法律をですね、守らなかったために、起こってしまった事故というのがたくさんありました。
で、まあ、交通事故で亡くなられた方がですね、まあ、年代を、まあ、調べてみますと、まあ、いわゆるですね、現役世代の方ですね、若者の方、16歳から64歳、この辺りの方がですね、交通事故というのが非常に増えて、しまいました。ということでですね、愛知県警察では、思いやりの心を持ってですね、交通事故を防いでいただきたいということで、ドライバー向けのですね、交通安全ソング、ドライブイン愛知、愛を知る街というのをですね、制作をいたしまして、愛知県警察の YouTube のですね、公式チャンネルの方にアップさせていただいております。ということでですね、今日はですね、その YouTube の愛知県警察の公式チャンネルの中でですね、歌を歌っていただいている、警察本部交通安全ソング課玉井純也警部補をゲストにお招きいたしました。玉井純也警部補です。どうぞ皆様拍手をお願いいたします。ありがとうございます。ということで今からはですね、この玉井警部補を迎えてですね、愛知県警察音楽隊とのコラボによるスペシャルバージョンでですね、ドライブイン愛知、愛を知る街、演奏させて、皆様と別れさせていただきたいと思います。お手元のプログラムの中にもですね、歌詞の方を掲載をさせていただいておりますのでですね、どうぞ、ね、皆さんもですね、一緒に、口ずさんでみてはいかがでしょうか。ドライブイン愛知、愛を知る街です。どうぞ楽しみください。今なら不切な
以上をもちまして、本日の街角コンサートインプライムツリア会見1回目の演奏を全て終了とさせていただきたいと思います。本日はありがとうございました。